試験監督を行政書士がやってるってことそのものは情報としては公開されてんだよね。そうですね。まあ、言ったら分かります。普通にみんなバッジつけてるから。ああ、最初、まあ、我々が入会した頃って、あれがさ、会から斡旋される貴重なアルバイトというかさ。ああ、確かにね。他、そんな受託業務みたいなのあんまなかったっすもんね。その受託という形が始まったのは、俺が部長になってからかもしれんけど、で、服部さんが部長で、俺が副部長っていう頃にさ、下準備というかさ、種まきみたいなことはいっぱいやってたわけじゃない。営業っぽいことね。で、その後、まあ、受託に、今の受託につながるものの、ほぼほぼは、そこから数年間で、礎ができたような感じだと思うんだけど、最初のゼロベースの時に、まあ、そもそも、服部さんは初代の部長なわけじゃない。部長の頃に、まあ、気にしてたことと、どこまでその受託というものを意識してたかとかっていうのって、ちょっと教えてほしいなと思うんですけど、でも、その言語化っていう意味で言えば、その本田さんとこう対話をしてた時に、スローガンのように言ってたことがそのまま一緒なんですよね。行政書士試験みたいなんでの若手でもなんかこう収入を下位からもらえるみたいなのが、あんまないよねみたいなんで、そういうのを用意してあげた方が若手にとってもいいよねみたいなのはよく本田さんが部長として言ってたじゃないですか。まさに、まあ、そこが僕も同じで、要は、僕が入会した初年度ぐらいの時に、仲良くしてた、社労士兼業の行政書士さんがいたんですけど、その人が、よく言ってたのが、社労士は、年金相談みたいなのを会から斡旋されて、なんか半日でもう2万とか3万でもらえるみたいな話があって、なんで行政書士会ないんですかねみたいなのをよく言われてたんで、ああ、まあそういうのできたらいいよね、みたいな会話をよくしてて。で、企業法務部っていうのができる前に僕がやってたのが業務受託委員会の委員長だったんで、競争入札系の受託の窓口みたいなのの、まず単価をつり上げる交渉を、自治体にしに行ったりとかっていうのをし始めてたんですよ。で、企業法務部ができた時に、それの延長で、一からの開拓になるので、なんかこういろいろ顔に出しに行ってて、で、本田さんとその時にも一緒に動いてるから、多分そこでお互いミッションが共有されてた感じがあるので。サイピー。サイピー。ある程度この辺まで行ったらその後は形になるやろうっていうラインみたいのがあった。あ、そこはね、僕、あんまそんな賢くないんで、自分の今の、事務所も同じスタンスなんですけど、とにかく、種まきいっぱいしとったら、どれか刈り取れるやろぐらいの感じで、あんまり正確に、これは何年以内に芽出るやろなとかって思わずに、極力種まきの畑を増やしていく感じの性格なんですよね。だから、どれかが芽出たらいいはやったと思うし、種類もどんどん増やしていこうっていうのは思ってたので、まあ、意外と、それはだから本田さんとか酒井さんとか他の部員さんとかのおかげだと思うんですけど、意外と芽が出るのが早かったのが多かったんで、そんなに幅広げることもなかったんですけど、別にあんまり芽が出ないなら多分もっと種類増やしていってたと思うんですよね。部長は引き継いだ後じゃない、実際に授業として始まったのって。で、その、引き継ぐ直前の時点でこれはいけるなっていう感覚があったものがどれでとかって。まあ、旅館業関係の医療衛生センター関係ですよね。あそこのやつと商工会議所関係はなんかいけるかなと思ってたんですよね。で、逆にこれは微妙だなと思ってたのがソーシャルビジネス関係。あれはちょっとどうなるんかなって思ってたんですけど、でも結果的にあれのおかげでなんか発展したこともあったじゃないですか。だからそれは本当に予想外でしたね。事前のイメージではソーシャルビジネス関係はなんとなくボランティアみたいな雰囲気だけで終わるのかなって思ってたんで、要は時流の問題ですね。時流の問題で、旅館業関係はもう時流の流れ的に乗りやすいなっても思ってたし、商工会議所関係も、あれは本田さんがもう部長になった後だったかもしれないですけど、こう、他の他事業さんでは対応できないみたいな悩みを漏らし始めてはったじゃないですか。だから愛犬じゃねえかな、みたいな感じはありましたね。向こうさんの物言いとか、
まあ、現状に対する、まあ、問題点課題、はい、を共有してもらえるようになったらいけるなっていう、そういう、そうですね、結局困りごとを行政が抱えているっていうところかつ、まあ、ちょっとその人権非削減的なのかちょっと分かんないんですけど、外部に発注っていう流れが来てたのがあったので、そこは行政書士の強みでいけるんじゃないかなっていうのは感じますね。それは今後だと思ってて、なんか新しい法律ができますとか新しい社会問題が出ますってなった時には、で例えば具体的に言うと、マイナンバー関係を今ね全国で日行連でやってますけど、なんかああいうものって多分 もうちょっとこう現場サイドで困ることも出てくるんじゃないかなと思ってるので、それは各単位会が頑張っていけば取れていくんじゃないかなって思ってますね。